ラウル・アンドレール・セスクは、ルーマニア・ルムニク・ブルチャ出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード、ミッドフィルダー。FC アカデミカ・クリンチェに所属。CSM ・ルムニク・ブルチャ7歳の時に、CSM ・ルムニク・ブルチャのトライアルを受けて、クリスティボラ監督に見出され、後に FC ・ステアウア・ブカレストで同僚になるミハイ、コステアと共に研鑽を積んだ。2005年には、 トップチーム昇格を果たすも、アドリアン・フルニカ監督から今後選手として成長する可能性は低いと判断され、デビューすることはなかった。ウニレア・ウルジチェニ2005年にダンペトレスク監督率いるリーガ2の FC ウニレア・ウルジチェニと契約した。初年度にリーガ2を制してリーガ1に昇格を果たしたが、出場機会は制限されていたことで、 翌2006から07シーズンに、リーガ2の FC ドゥナレア・ジュルジュ、2007から08シーズンは同じくリーガ2の CS オトペニエ、それぞれ貸し出され、前者では18試合13得点を挙げ、後者では20試合4得点で昇格に貢献した。2008から09シーズンに復帰後は、23試合5得点で、クラブ史上初となるリーガ1優勝を及び、 UEFA チャンピオンズリーグ2009から10、出場権獲得に貢献し、準優勝だった翌2009から10シーズンは29試合8得点を記録した。ペドレスク監督退任後は、ウィングとしても起用されていた。ステアウアブカレスト2011年5月4日に、リーガ1の、強豪 FC ステアウアブカレストと契約した。7月31日の CS ミオベニ戦で、 初出場ながら初得点を挙げる好調なスタートを切ると次の FC ユニベルシタテアクルジュ戦でも得点しさらに12月5日にはライバル関係にある宿敵 FC ディナモブカレスト戦で2得点を挙げ敵地スタディオヌルディナモでの7年ぶりの勝利に貢献した UEFA ヨーロッパリーグ2011から12グループステージの FC シャルケレイオン戦での1得点 エクラル中戦でのペナルティーキックによる1得点の合計2得点にリーグ戦の7得点を加え2011から12シーズンの前半戦でチーム最多の9得点を記録しておりその後も得点を量産するプレーはルーマニア年間最優秀選手賞を受賞する形で報われたさらに2012から13シーズンは21得点でリーグ得点王に輝いた また、2013年3月7日の UEFA、ヨーロッパリーグ2013から14では、チェルシー FC 戦において、ライアンバートランドのファウルによるペナルティーキックをもらい、そして、決勝点を挙げている。セビージャ2013年6月13日に移籍金250万ユーロで、プリメーラディビシオンのセビージャ FC と5年契約を締結した。 UEFA ヨーロッパリーグ2013から14、予選3回戦、第2戦の FK ムラドスとポドゴリツァ戦で2得点、グループステージの SC、フライブルク戦で1得点と欧州カップ戦では合計3得点を挙げていたものの、リーグ戦では定位置争いでカルロスバッカとケビンガメイロの後陣を廃止、わずかな出場だった。 ブラガへの期限付き遺跡2013年12月24日に、プリメーラリーガの SC ブラガへ、シーズン終了までの期限付き遺跡に出され、2014年1月6日に、タッサでポルトガルの FC アローカ戦で、初出場を果たした。リーグ戦初出場となった1月10日の、ビトーリアイス C 戦で2得点を挙げて以来、セビージャでの不遇から一転し、 ジェズ・アウド・フェレーラ監督の下で定位置を確保しており、2014年2月中旬の時点で公式戦10試合6得点を記録するなどで、フェリペ・パルドやラファ・シーウバ、アランダと攻撃を牽引する活躍は、セビージャのファンから結果を残せずにいた、画面色を徴用し、ルセスクを戦力外扱いにしたウナイエメリ監督に、非難の声が上がるほどだった。 ステアウアブカレスト復帰ブラガで完全移籍のオプション付きが行使されず、一定の結果を手にセビージャに復帰したが、エメリ監督の考えを変えることができずにいたことにより、2014年9月1日にフルス、ステアウアブカレストに期限付き移籍した。2度目のステアウアでは UEFA ヨーロッパリーグ2014から15においてオールボー BK 戦で2得点。 FC ディナーモキエフ戦で1得点、リオアベ FC 戦で2得点を挙げ、3試合5得点を記録する得点力を示す一方、リーグ戦では10月下旬の時点で5試合無得点と不振を極めており、また10月27日の ASA トゥルグムレシュ戦においてガブリエルムレシャンの顔面への肘打ちをもらい、1ヶ月離脱する苦しい時期にあった。しかし、 最終的に公式戦で合計2桁得点を記録して一定の成功を収め、また、クパロムニエ決勝の FC ウニベル下でアクルジュ戦で1得点を挙げて、ルーマニア史上初となるリーガ1、クパロムニエ、クパリリーによる三冠達成に貢献した。オスマンルスポール2015年、オスマンルスポール FK に移籍した。u 十一代表として五試合に得点を記録。 2012年9月に 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のアンドラ戦でルーマニア A 代表初出場を飾り UEFA ユーロ2016予選のハンガリー戦で初得点を挙げた。出展、出展、代表での得点出展、ありがとうございます。